はいはい、聞いてください。今日の話題は絶対聞いてください。皆さん、ほんまに覚えといた方がいい選手を発表するんで、本当に今日は聞いてください。本当に。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっと私自身ですね、少し興奮してるんですけども、今日ね、ちょっとゲルシーチャンネル見てたんですよ。2軍3軍の選手を、まあ、メインにね、アップロードしてらっしゃるね、巨人をアップロードしてらっしゃる、ゲルシーチャンネルって皆さんご存知だと思うんですけど、そのゲルシーチャンネル見てて、ちょっとすごい選手、ほんまに絶対化けるやろうなっていう思う、選手がね、僕二人見つけたんで、ちょっとみんなにね、ちょっと共有したいなと思って動画回させてもらってるんですね、今ね。はい。で、まあ、どっちもピッチャーなんですよ。で、右ピッチャー、左ピッチャーで、どっちも育成の選手なんですよ。で、また育成かよって、お前育成だったから育成紹介してだけちゃうのって思うと思うんですけど、これほんまにマジモンですね。はい。はっきり言ってマジモンです。どちらも、1年目の選手なんですけど、マジでエグいですね。特に、右ピッチャーの方は、本当に完成度エグい、し、左ピッチャーの、選手に関しても、現段階ではまだね、現段階でもいいんですけど、でもね、こっから伸びてきそうな感じがあるんで、この二人はほんまみんな覚えといた方がいいと思ったんで、今日ちょっとね、動画回させてもらってますと。で、すいません、興奮して本当申し訳ないですけど、もう早速ね、紹介していきたいんですけど、まず右ピッチャーの方が、園田敦樹投手。もしかしたら、まあこれ熱心なね、巨人ファンの方が見られてるんで、知ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、ちょっとね、このピッチャーエグいっすね。うん、もうほんまはっきり言ってエグいです。怪我さえなければ、ほんまに、もう断言できます。100% 一軍いける。100% 一軍いける。もうそれぐらいの力持ってる。すごい。まあちょっとね、知らない方のためにちょっと紹介していきますと、2023年の育成ドラフト5位なんですね。なんと5位なんですね。で、福岡、高大、城東、これ、有名な高校ですよね。から来ておりまして、その田敦樹投手ね。で、右投げ右打ち、183センチ、っていうところ。で、2005年生まれ、福岡出身というところで、もうほんまぜひね、皆さん調べてもらいたいんですけど、もうこのピッチャー、めちゃくちゃいいよ。ほんまめちゃくちゃいいよ。ほんまに、まあほんま持ってるとかなしで、本当にエース狙えるぐらいの、本当に完成度というか、そのポテンシャルも含めて持ってますと。で、まあ僕がね、見た、まず感想なんですけど、はっきり言って、いや、三軍レベルじゃないなっていうか、もうこの時点でね、1年目のこの時点で、もうまずはっきり言って三軍レベルじゃない。全然二軍で投げれるんだけど、多分おそらく、まあ、体を鍛えたりとか、まだそういう、ちょっと数年単位で多分、球団が見てると思うんですね。だからそれぐらいいいピッチャー。マジでいいピッチャー。みんな見て、その田敦樹って、YouTube 調べて、ほんま見てほしいんですけど、ほんまにいいピッチャーですね。で、どういうところがいいかっていう、小山的にね、僕的に、どういうところがいいかと思ったかっていうと、まずストレートね。まあ183センチって、まあめちゃくちゃ大きいかって言われたら、めちゃくちゃ大きくないんだけど、プロ野球選手で言ったらね。だけど、めちゃくちゃ、角度があるね、ボールを投げ込むっていうところで、身長とね、角度のあるボールって、まあ、結構、おのずとまあ、比例していくじゃないですか。まあ、高いところから投げるんでね。だけども、逆に言ったら、あまり身長高くないピッチャーでも、角度あるピッチャー、というかね、あるんですよ。角度あるボールを投げるピッチャーっているんですよ。園田選手は、まあ、身長も低くないんだけど、まあ、高くもないっていうところで、そういったところで、183センチなんですけど、めちゃくちゃ角度のあるボールを投げるんですね。で、マックスに関しては僕が見てた動画では、まあ、148とか、6とか、7とか、それぐらいだったんですね。でも、めちゃくちゃね、空振り取ってましたし、角度があるんで、高めのボールとかがすごく威力あるなっていう。で、低めにも、決まったらね、すごく角度がこういう感じで来るんで、めちゃくちゃいいボールだったんですね。で、他の球種で言うと、カーブ、スライダー、フォーク、スプリット系も投げるかなっていうところで、で、こういうね、まあ、手足が長い系のピッチャーって、結構緩いボールというか、抜いたボール、カーブとか、チェンジアップとかって投げるの結構不器用やったりするんですよ。僕のは、偏見かもしれないけど、ちょっと、例えばね、手、
手が長い人とか、こう指が長い人とかって、とか手足が長い人って、それをうまくコントロールするの、動きをまとめていく作業が、すごく難しいんですね。うん、だから、結構ね、正規を乱したりとか、そういったことってしがちなんですよ。まあ、皆さん聞いたことあるかもしれないですけども、大谷選手とか、まあ、ダルビッシュ選手って体大きいじゃないですか。だから、まあ、若い頃とかね、今はもうね、すごく正規もいいですけども、そういう動きがばらけ出すと、なんかこの収集がつかなくなるというか、手足が長いから遠心力が働いて、動きがこうめちゃくちゃになってしまいがちなんですよ。ほんま言えばね。だけども、この園田選手を見てると、そういったところが全くなくて、逆にあのカーブであったりとかっていうのもストライク簡単に取れるし、ストレートも威力あるし、で、スプリットっていうね、ところも角度あるボールを投げるんで、その軌道からね、同じ軌道からスプリットで落とすっていうね、こともできるんで、非常にバッターからしたら厄介というかね、全部が同じボールに見えてしまうピッチャーってめちゃくちゃ打ちにくいんですけど、そういったピッチャーの特徴をね、持ってるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、牽制であったりとか、まあ、フィールディングなんかを見ても、まあ、その、めちゃくちゃ上手いかって言われたら、まだまだね、なところはあるんですけども、でも僕がすごくいいなと思ったところは、動画見ててね、確か創価大学かなかなんかの、対戦してる時の、あの動画を見たんですけど、あの、ま、園田選手って、ま、1年目やから、ま、19歳とか、そんな感じじゃないですか。まあ、言うたら大学1年生の年になるじゃないですか。で、普通だったら、ま、創価大学とやってるわけなんで、ま、年上の人が出てくることが多いじゃないですか。大学2年生、3年生、4年生が出てくるじゃないですか。だから、ま、自分より年上の人が出てくるでしょ。で、まあ、園田選手はプロなんだけども、ま、普通だったら、ま、大学1年生の代なんで、まあ、気持ち的にね、気持ち的に、まあ、まあ、年上か、みたいな感じあるじゃないですか。やっぱり、まあ、僕はあんまなかったですけども、やっぱあるんですね、そういったところって。で、そこで、園田選手がいいピッチングを続けてて、初ヒットをね、なんかセンター前かなんか打たれたシーンがあったんですよ。なんですけど、そこで、めちゃくちゃ悔しがってたんですね、マウンド上で。うわ、ヒット打たれた、みたいな感じで。で、それって多分、まあ、プライドとか、多分あるんですね。だから、こう、ジャイアンツのプライドとか、プロに入ってやってきてるプライドがあるから、高校、大学生なんかに打たれないって。もう、そうだったら完全試合でもやったのかっていうぐらいの強い気持ちを持って多分投げてたと思うんで、だから、2回かね、3回ぐらいにヒット1本打たれたんですけど、それでこう、うわヒット打たれたみたいな、うん、まあ、例えるなら、なんかその、ノーヒットノーランを続けてきて、8回とか9回で初めてヒット打たれたみたいな感じの悔しがり方、悔しがり方をしたんですね。で、そこを見て僕、このピッチャー好きやわと思ったんですね。だから、なんでかっていうとね、ピッチャーってそれぐらい負けん気が強いやつとか、なんかその、なんて言ったような、強気なやつっていうのは、ほんと伸びる可能性高いと思ってるんですね。で、今見てても、まあ、戸郷投手とかもそうだし、まあ、山崎伊織投手も、まあ、ちょっと悔しい表現というか、こう、まあ、ベンチに帰ってこう、自分を、こう、ガッてこう、やったりとかするときあるじゃないですか。うん。で、まあ、マウンド上であまり出しすぎるのも良くないんだけども、出さなさすぎんのも、まあ、あれなのかなっていうふうに思うので、まあ、出さなさすぎたら逆にこのポーカーフェイスというかね、まあ、その、いつも変わらんな、このピッチャーはっていうところで逆に嫌やったりするんですけども、逆にこう、チームにこう、勢いを持ってきたりとか、するときっていうのは、ちょっとこう、三振取ったときにこう、ガッツポーズバーンってやったりとかすると、球場もバーン盛り上がるし、チームもみんな、よっしゃーって、次の攻撃やって感じでね、盛り上がっていけるんで、そういったところで、その他選手は、その、まあ、マウンドさばきなんかも見ててもね、非常にその、なんか、チームを鼓舞するというか、なんかそのエースの風格じゃないけども、まだまだ、時間はかかると思うんですけど、まあ、それぐらい、なんかそのスケール感が大きいというか、ほんまみんな見てほしいんですけど、もう、何回も言います。園田篤紀選手ね。もう調べて、園田篤紀巨人って調べて、動画見て、本当にめちゃくちゃいいピッチャーやから、僕が言ってる意味わかると思うんで、ぜひ僕が見た創価大学のやつとかね、まあ他の動画もいっぱいありますけども、ちょっと見てもらったらね、このピッチャーいいなっていう。で、よくこれスカウト陣ね、これ、育成ドラフト5位で取ってきたなっていう。よう見てたなって、これほんまにいいピッチャーなんで、多分、なんか記事なんかを見てても、なんか入団当初70キロしかなかったのが、もう今75キロとか76キロぐらい体重が増えてるっていうところで、そういったところの、まあ食トレじゃないけども、まあウェイトトレーニングもめちゃくちゃ週5でやってるっていうふうに言ってたんで、そういう未来に向けて自分に対して投資をしてるというか、そういった姿勢も、なんかその、なんて言うんだろう、アスリートというか、うん、上に上がっていけそうなね、人の性格をしてると思うんで、
そこはね、この園田選手っていうのは、ね、僕の中で一番の推しというかね、これはちょっとエグいなっていうことがあるんで、皆さんもちょっとね、園田敦貴投手ね、ちょっとまあ、本当に名前だけでもいいんで、覚えておいてください。はい。で、次二人目なんですけど、実はこれ同期入団なんですけど、この園田選手ね、同期入団なんですけど、この千葉貴弘投手ね、めちゃくちゃいいピッチャー。これも、まあ、あの、ピッチャーで、まあ、左ピッチャーになるんですけど、まあ、育成ドラフト6位、今年ね、去年か。だから1年目ですね。で、旭川、明星っていうのかな、明星高校。はい。で、千葉貴弘。で、左投げ左打ち。で、175センチ、2005年生まれ、北海道出身っていうところで、このピッチャーね、その、園田選手はどっちかっていうと、まあ、その、右の本格派って感じなんですけど、この千葉選手はどっちかっていうと左の技巧派じゃないけども、まあそういった形のピッチャーですね。で、僕がなんでこのピッチャーがいいかって言ったのは、まず制球力。制球力めちゃくちゃいい。で、普通ね、大体若い時ってコントロールありがちなんですよ。やっぱりこう、自分をどうコントロールしていいかわからんとかっていうピッチャーって結構多いんですよ。逆にこう、スピードばっかりにこだわって、もう、コントロールがめちゃくちゃで、もう試合にならないというかね、フォアボール出しまくって、ドカーン打たれて、みたいな。で、また、降板して、なんか3軍に下がってみたいなことって結構あったりするんですよ。ファームに下がってみたいなことってあるんですけど、このピッチャーは、まあ、めちゃくちゃその、自分の体を知ってるというか、自分の動きを、客観的に見ることができるんで、めちゃくちゃ制球力いいんですね。でもこれ19歳だと思えないぐらい制球力いいと。で、加えて、このフォーム的なところもね、多分ね、球の出所がめちゃくちゃ見づらい投げ方してるんですよ。体に隠れた形で、テイクバックを取るから、バッターが急にボールが現れたっていう風に錯覚するようなフォームなんですよね。まあ、例えるなら、例えばソフトバンクにいる、和田選手とかみたいに、ちょっとこう、テイクバックで腕をポーンって下ろして、そっからスッて上がってくるんで、テイクバックもそんな大きくないんで、めっちゃその、なんて言うんだろう。バッターからしたら速く感じるボールだと思うんですね。で、まあそのフォームも相まってね、すごく、まっすぐが、いい意味でギャップがあるんですね。どういうことかっていうと、フォームもちょっとゆったりしたような感じなんですよ。で、テイクバックはちょっとちっちゃくて、球がピュッていきなり出てくるんで、球の速さで言ったら104、マックス143、4とか、まあ出ても多分5ぐらいまでだと思うんですけど、バッターが、ね、みんな振り遅れてるんですよ。全部ファールにやったりとか、全部逆方向のフライになったりするんですね。うん。そういったところで、めちゃくちゃその、球の出所が見にくくて、逆に、わかりやすく言ったら、ストレートが一番打ちにくいピッチャーみたいな感じ。うん。ストレートが、ちょっとした変化球になるというかね。それぐらい、なんかその、いい意味でギャップがあるんで、めちゃくちゃ打ちにくいピッチャーだろうな、というふうに思います。で、その他の変化球、スライダーであったりとか、チェンジアップも投げてましたね。完成度めちゃくちゃ高いね。同じ腕の振りから来るから、バッターもすごくまっすぐやと思って振りに行って、空振りしてるみたいな、映像もあったんで、そういったところで、多分、このピッチャーは一見、この見た感じでは、あ、これ簡単に打てそうやな、このピッチャー。球もそんな速くないしって思うんだけど、打席の中に入ったら、ストレート速っみたいな。で、変化球めっちゃ切れるみたいな。みたいな感じで、対戦した後と対戦する前の印象が大きく変わるピッチャーかなって思います。まあ、そんな感じでね、絶対この二人の名前っていうのを覚えておいてください。本当に絶対化けると思うんでね。はい、てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。